コランダ TV。 はい、コランダオールジェネレーション。どうも、コランダ TV のアズロ、チムチムとポーチモです。はい、ということで今回はスペシャルゲストをお送り、ね、来てもらってやってみようと。はい、ということで、はい、今回の企画なんですけども、今回僕が持ってきました大絵描き。これ何絵描き大絵描き。はい、ということでね、今回のお題なんですけども、はい、動物、これ何って動物を僕が、名前を言いますので、それをお二方は想像だけで考えてホワイトボードに書いてもらって、見せてもらって、似てる方に点数がいって、その点数が高かった方がこれ何選手権をという、カラテッドじゃないの、カラテッドじゃないの、カラテッドじゃないの。スペシャリストやろ、これなに、これなに絵描きスペシャリストという、どうも、おめでとうございます。はい、欲しい人は手挙げて。はい、はい、今回はやる気があるようですね。ということでね、はい、もうこのやる気をやけないうちに、はい、はい、はい、やっていきましょう。これは実在する動物ですか？もちろんです。はい、聞いたことないなとか、もしかしたら聞いたことあるけどどんなんかなとか、そんな系のやつを今回 まとめてきましたので、はい、やっていきたいと思います。もしもなんかこうね、かすりそうでもなかったら、ちょっとヒントを与えながらやっていきたいと思いますので、はい、お願いします。それでは決まり の伝説の挨拶でやっていきましょうか。いいですか？はい、せーの、レッツコランダー。僕がじゃあお題出していくので、はい、お二方答えてください。はい、じゃあ最初の質問です、うん、くずり。ああ、オッケーオッケー。くずりってどう？ヒント言いますか？いや、一回なしで、まあやってみて。そこで動物ですね、ちゃんとした。私ね、絵心がないんだので、どういう動物かっていうのを言いたいのに、絵心がない。ちょっと別絵にくずり聞いたことありますか？ないです。お、よかった。マジかくない？はい、ということで書いてもらったので見せてもらいましょうか。せーの、あじゃん。あれ、そういう感じ。じゃあムチムチムから説明お願いしますね。これえ、これをこの子、それ鳥鳥系ね。鳥。なるほど、キツツキっぽい。そう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 、え、絶対そうだと思う。そう、鳥だと思う、絶対。どちらかっていうと、アメリカバイソンとかと同じ感じの、だって高い山に住んどる。おお、クズリでしょ。ヒゲのモサモサな感じね。クズリでしょ、鳥でしょ、絶対。じゃあいいですか？いや、あ、じゃあまず近かった方を先に言いますね。近かった方はポーチモさん。それじゃない。はい、ということで、それじゃないの。こういうものですね、画像は画面に見せる。ガム1号のイタチの仲間。知ってたの？知らん知らん、初めて聞いた。イタチの仲間ですね。なんか岩山とか行ってたし、四足歩行でもちょっとこれ見たら私より、それはこっちの方が。ちょっとこれひどすぎて、次からちょっと種類別に聞きたいと思います。第2問、シマダイカ。簡単やん。シマダイカ、シマダイカ、あ、シマダイカの場所を次に言うと、魚類とかそういうのじゃなくて、普通に哺乳類、牛か。シマダイカ。じゃあ一斉の手で見せてください。はい、一斉ので、はい、はい、おお、じゃあまたかわいい。めちゃめちゃだから。足が10本ある。足が10本ある。やばね、イカ。ああ、イカとね。そう、そういう名前をつけられた理由が、足が10本あるもんね。ああ、雪、雪、いや、違う、山。俺は島だが、どこに行ったんだろう。島島やもんで、島島にして、もうちょっとモコモコしとって、牛っぽいね。イカはじゃあどこにあるの？似てる方はもしもさん。これ鋭い、これ鋭い。そっちか。そうですね、イカよりも島、島の方ちょっと鼻がね、メイン丸みを帯びとる感じ。ああ、じゃあ決まった。おしろい。次のお題はチャコペッカリー。チャコペッカリーです。まあ、四足歩行、細身ではなくて、まあ、どっちかというとポテポテっていうか、ガチっていうか。わかっちった。そうですね。ということでチャコペッカリー、お願いします。ちょっと想像がきたな。はい、終わり。くそ。書いてもらったと思うので、チャコペッカリー見せてください。お願いします、せーの、
豚とウサギが合体したようなぽっちゃりしたかわいい生物。それはね、にゃんこ大戦争これは亀みたいな、うん、イノシシみたいな、チョコペッカリー。これ巻き巻きの尻尾。そう、尻尾。あ、カメレオンも入ってる。そう、どや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 、私は海辺におるんやってそれポイント。ああ、なんと次の近い人はバージョン。え、本当に豚とウサギを合体したみたいな感じ。いや、そこまでいかんけど、まあ、イノシシ寄りないの。おお、え、似てね。イノシシって言葉で出たんや。そう、そこで終わればよかったんやけどさ、カメレオンとかさ、カメとか出てきたもん。次はね、鳥類でいきたいと思います。鳥で、エトピリカ。もう一回言いますね、エトピリカ。イメピリカみたい。何でユーピリカって米。やっぱ他の鳥と違うところがあるってこと？あ、これはね、ちょっとね、特徴的ですね。まあ、あの、ちょっとヒントをあげるとすれば、全体的に黒い体で、まあ、もっと言うと、くちばしはオレンジで。いや、色1個しかないでさ。何かが特徴的なものが、ね、あるんですよ。ちょっと特徴的に書いてくれれば。え、それはさ、名前に由来しとんの？全然してない。どうやって書くの、鳥って。どうやって書くんやっけ。最初これ撮ってない。鳥かけ。せーの、エトピリカ。んそれ、ここが黒くなって。そういうこと。こんな、こんな、こんな。あ、私は目がでかいな。違うよ、目の周りが黒い。黒いのは体に出てなかった。これなんすか、これ。手。手なんてあるけど、鳥。鳥って手ないよ。え、これね。まあ、こっちになるね。やだ。ねえ、もう。え、でも全然似てないんですよ、二人とも。こんな感じです。ペンギンみたい。岩飛びペンギンみたい。じゃあ、次最後。今のところ、ポチモさんが4ポイント。で、ムシムシムが0ポイント。でね、次のポイントね、なんと1万ポイント。お題です。ウマヅラコウモリ。コウモリやん。ウマヅラコウモリ。コウモリやん。え、まさか。なんかウマヅラなんちゃらで魚はちょっと。え、検索していいの。ああ、いいっすよ。はい、じゃあ見せてもらいたいと思います。せーの、じゃん。私が絶対うまくね。あ、ウマヅラポイント高いですね。ディーン。うまいろ。うまい。止まっとるやんね。そう。いいっすね、これは。じゃあ、これはちょっと最後はまず、一回見てもらって、どっちが似てるか、お二方でも判断してもらいたいと思います。それではまず、これです。はあ、耳も、目もそっちや。鼻もそうや。でも前に出てるんだね。そう。怖い。仲間や。近かった方言いたいと思います。はい。近かった方は、ムシムシムだぜ。はい、ということで、ムシムシムが1万ポイント、ポチも4ポイント。今回のスペシャリストはなんと初登場にして頂点、ムシムシムです。見切れてます。ありがとう。はい、ありがとう。いい勝負ね。はい、よかった。どうですか、 YouTube 楽しいですか。それではね、まあね、もう終わりにしていきたいと思いますが、またね、なんかいろいろコラボあるかもしれないということなので、見ていただけると幸いでございます。女性初ですから。そうですね、コラン大臣、今まで男ですもんね。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。